中日韩领导会谈时隔三年再重启。中日韩三方首脑会谈机制在2012年的终止，您认为它被终止的最主要的原因是什么？中国成功申遗南京大屠杀，日本不满裁定，缘由何在？お金だけ一番出させておいて、日本の言うことは全く聞かないと、これじゃやっぱり成り立ちませんよ。中日关系离春天还有多远？日本自民党成立60周年之际，专访自民党总务会长二阶俊博。大家好，欢迎收看《风云对话》，我是曉田。2015年的 APEC 峰会很快要在菲律宾首都马尼拉举行，中日两国领导人会不会再来一个双边会晤，再度成为一个被热议的话题。而已经中断三年的中日韩三方会谈本月初得以重启，有解读认为中日关系的春天正在临近。可能我们还有好多人都记得今年5月份，日本首相安倍向习近平递交亲笔信的事，当时安倍的这个举动被媒体誉为是在为中日间的关系破冰。今天我们节目的嘉宾就是当时的传书人，或者说信使，他就是日本自民党二阶派系的领导人二阶俊博。自民党，日本现任执政党，同时也是日本最大的政党。作为自民党的元老级人物，二阶俊博是党内著名的亲华派。今年5月，二阶俊博率领3000人的日中观光文化交流团对中国进行了为期1周的访问。这3000名团员来自日本各地，包括多名地方知事、国会议员以及工商业巨头。在中日关系进入低潮的今天，二阶俊博组织的访华团格外引人注目。二阶先生您好，很高兴在我们的节目现场见到您。我们知道现在呢，有很多中日的媒体都管您叫做中日关系的破冰人，因为在今年5月23号，您亲手向习近平主席递交了安倍首相的亲笔信。那当时呢，有3000日本人在场，就在人民大会堂。能不能跟我们讲一下当时的情况和您在现场的感受呢？まず3000人の日本からの日中友好を願う協力者の皆さんが、一緒に、人民大会堂に集結しました。そこに、習近平閣下がお出ましになりましたんで、会場はもうびっくりして、大変な興奮状態で、全員が総立ちになって、主席をお迎えしました。主席も随分立派なご挨拶をいただいて、一緒に参りました日本の人たち、あるいは背後にテレビ新聞を通じて伝わった習近平主席のご挨拶は日本人の心に響いたものと思っております。习近平主席他的讲话应该说意涵是比较丰富的，他有表示说中国对发展中日两国的关系基本方针从来没有变也不会变，但同时呢也说日本军国主义犯下的罪行不会被忘记，不会被忽视，那历史也不容扭曲。那么您作为在现场的一名听众，您当时得到的最核心的内容和意涵是什么呢？最初のスピーチの出だしに、ともあれ遠方より来たる、また楽しからずや。これは日本の人なら誰でもが知ってるような言葉で、3000人の皆さん、あるいは背後におってこの会談を注目しておってくれる日本国の多くの皆さん、この人たちの心を習近平主席は完璧に捉えて、そこからたくさんの5つ6つの礼を挙げて立派なご挨拶をされたというふうに受け止まっております。第六次中日韩领导人会议于本月一号在韩国首尔召开，这是继2012年会议机制中断后三国领导人的首次会晤。中日韩领导人会议是推动东北亚合作的重要平台，这项定期会议机制起步于1999年。2012年之后，因日本政府右倾化做法，导致中日韩日关系出现问题，陷入停滞。此次在东道主韩国的积极斡旋下，中断三年的中日韩领导人会议得以重启。那我们知道，中日韩三方
首脑会谈这个机制呢，在2012年很遗憾的就终止了。那么，对于中日韩三方首脑会谈机制在2012年的终止，日方是怎么看的？您认为它被终止的最主要的原因是什么？日中間極めて至近の距離にお互いの国があるわけですし、アジアのリーダー国であることには間違いない。ならば3カ国の首脳がしょっちゅう会ってですね、話し合いをし意見を交換する、これはもう大変大事なことであって、これはいかなることがあろうとも話し合い以外にないんですから、道は話し合い以外にない。ならばそのことを続けていくべきであってね、何か国と国との間に問題点があれば、余計その時首脳会談等は頻繁に行うべきであって、首脳会談がずっと長くこの時間があるということは、これは将来は避けた方がいいというふうに思っています。首脳会談3カ国やることになったということは大いに歓迎すべきことではあるんですけど、当たり前のことであります。やるべきであります。那在2012年的时候，为什么就没有能够一直持续下去呢？会談は続けながら両方の国の考え方を探って、新しい提案をされるとかということをなすべきでね、そういう重要な案件の時に首脳会談を中止するよりも続けていくことに努力をすべきだ。今回ようやくそういう考えでまとまるようであれば、大変歓迎すべきことだと思う。那么在下一次的 APEC 峰会上，您认为中日两国的元首会谈这样一个可能性有多大？要恢复中日两国首脑会谈，现在最关键的难点在什么地方？両首脳はその意思をたくさん持っておるというふうに確信をしております。両国の間で問題点があれば、それを事前に詰めておくというのは外交の常ですから、今そういうことがなされておるんではないかというふうに思っております。那具体是哪些问题呢？您现在能看到的最关键的一些。お互いの信頼ですね。それから長い長い中国と日本との歴史があるわけですから、そのことに振り返ってね、やっぱり、お互いに相手の気持ちを尊重して問題を前へ進めるということが大事で、アジアの中の日中も大事ですけど、今や世界の中の日中が大事な時に来てるわけですから、その責任をお互いに果たすべきだというふうに思ってます。中国申报的南京大屠杀档案在今年10月被联合国教科文组织列入世界记忆名录，这一结果让日本很不甘心。日本政府质疑中方提供文件的完整性和真实性，认为联合国相关机构缺乏公平公正，并表示将考虑取消或削减教科文组织的分摊经费。此前为阻止中国申遗成功，日本方面还曾试图介入相关评审工作。中国的南京大屠杀申遗成功了，那我们也看到日本政府的反应和立场是表达了抗议和不满的。那您在一个演讲里面呢，也表达了您的立场，您是支持政府的态度，甚至呢有提出，如果是这样的情况的话呢，日本甚至会终止向联合国教科文组织付分摊经费。那么能不能跟我们说一下这个中国的申遗成功和日本停止向联合国教科文组织支付分担经费之间的逻辑关系是什么呢？それは難しいことでも何でもありません。日本の考え方、日本の主張を一方的に、カットしておいてですね、そして、一方の提訴されたことを受けて、その方が正しいんだというふうな一方的な判決を下すと、そういう場合はですね、日本はそれじゃこの拠出金を
出すことだけに使われておるんじゃないかと、本当のことを議論しよう、日本の主張を十分聞き入れてお互いに話をしようということですから、まあこれは両国の関係をそういうところで提訴すること自体がですね、あまり上手なやり方ではないんじゃないか、もっと両国の信頼を回復してお互いにこの問題について議論し合うということが大事じゃないかと思っています。那么在这个问题上，日本政府希望向联合国教科文组织沟通的所谓的意见是什么呢？それは事実を正確に議論し合いましょうということに尽きると思います。日本は逃げるつもりはないですよ。だからこの問題を歴史的な事実として話し合うことは当然のことですけど、一方的なことで日本だけが悪いということでこれを結論を出してしまうということに対してはね、ユネスコ本来の存在、ユネスコ本来の目的、少し行き過ぎたところがあるんじゃないか。在这样的情况下，日本决定要停止向联合国支付这笔资金，那么这是作为对联合国教科文组织的一种惩罚呢，还是在你们看来这就是合情合理的？是不是日本认为，既然日本向联合国教科文组织提供了最多的资金，那么联合国教科文组织就应该最多的听取日本的意见呢？それは簡単なことです。ユネスコは日本も今日まで協力して盛り上げてきたんですから、日本の主張も十分取り入れて考えていただきたいと、こういう日本の意思を表明しているわけであって、拠出金を取りやめにしようということが主たる目的では何でもありません。ですから拠出金のことは一つの、日本側はお金を出さされるばかりで日本の意見はほとんど聞いてくれないと、これではダメだということを日本の意思を表明しているんですから、あとはユネスコのリーダーたちが考えることです。从今年年初人们热议的中国游客抢购日本马桶盖，到十一黄金周期间中国游客爆买日本，中国赴日游客庞大的数量和消费水平几度成为焦点。据悉，2014年中国赴日游客超过241万人次，同比激增84%，占全体外国游客消费额的1/4。然而日本赴华旅游的人数近年来却停滞不前。据国家旅游局统计，2014年因观光入境的日本游客仅为44.52万人，同比去年减少了13.9%。中日旅游市场呈现出了一头热的现象。那二阶先生，我们知道您呢还有一个身份是日本旅游协会的会长。那我们知道近些年呢，有越来越多的中国游客会到日本去观光、去购物，但是呢，好像也有一些摩擦，或者是文化上的不太协调融合。那么在面对这些问题的时候，作为旅游协会的会长，您有什么样的提议或者是做法吗？日本と中国との関係で、私たちが一方的に中国へお邪魔する、中国へそれこそ買い物に来る、中国へ来て立派なハンコを作って喜んでおられる人も今でもいっぱいおりますね。そういう関係であったのが、近頃は中国から日本に来る人が多くなって、中国から日本へ来てたくさんお買い物をしていただく人が多くなって、ちょっと様相が逆転しているような感じですけど、しかしなぜ日本からの観光客が減ったのか、日本からやってくる人が少なくなったのかということは、中国自身が考えていただけば答えは明確ですから、
私からあえて何が故にこうなったということは申しませんが、おいおいこの問題は解決していくだろうと思っています。作为日本著名的侵华派代表，二阶俊博在中日民间旅游、交流等事务上亲力亲为。至今，他已先后五次率团访问中国。13年前的2002年，正值中日邦交正常化30周年，二阶俊博率领13000人的大型访华团，在八达岭附近的中日友好万人友谊林里，种下了象征中日友谊的13000棵树苗，成为中日旅游史上具有里程碑意义的。二阶先生，我们知道您呢是一直很注重和中国之间发展这种民间交流和交往的。您在13年前就亲自来到北京长城去植树。那么习近平主席呢上一次在人民大会堂也说过，中日之间的友好根基在民间。那对这句话您是怎么理解的？ちょうど今から13年前が日本と中国との国交正常化30周年の年でした。でその時、中国へもう一度みんなで心あるもので、訪問しようということになって、そうしたところ1万3000人集まってきました。でそこで、1万3000人が一過性のものではなくて、今後も中国がおっしゃる子子孫孫世世代々日中関係が、強力に機能していくためには、この際何か思い出になるようなことを作っておこうということで、中国側の協力も得て、発達例、万里の長城のすぐそばですね、発達例に1万3000本の木、1人1本1万3000本の木を植えることにしたんです。十分立派に生育しているということを確認してきましたから、これから何らかの形で1万3000人の仲間たち、これに木は順調に育っとると、日中友好もそういう方向でこれからも進んでいくだろうということを私は伝えなきゃいけない義務があるだろう。如果要您来说的话，中日关系离春天还有多远？今度首脳会談がもし行われるとすれば、それでもって席を切ったように春が訪れるだろうというふうに思ってます。というのは、この間も我々が習近平主席にお目にかかる。そのメンバーは3年目を超えたわけですから、これをご承知の新聞テレビを通じてマスコミが日本国中に報道しますから、日本の国民の多くの皆さんは習近平主席のお考えのこの中身といいますか、よく理解しておられるので、この会談の後は日中会談、日中関係っていうのは急速に温かみを増したというふうに思います。これはまあ双方ね、一歩一歩前へこう出ることですから、必ず私はそういうことになる日は近い、春は近いということを申し上げたいと思います。まだ冬来ない間に言うのもですが、冬を越えて春が来るだろうというふうに思ってます。那这是一个好消息。如果说中日两国的春天指日可待，您认为是哪些因素推动中日关系到今天这样一个位置的呢？それは両首脳同士が握手を交わして、これからの日中関係共に努力しようということを内外に明らかにされると、日本の国民も中国の国民も仲良くするということが主流なんだということになるわけであって、私はもう今でもそういう状況になっとると思いますが、世の中には一つの区切りが大事ですから、首脳会談をおやりになるというお気持ちがあれば、できるだけ早い機会にこういうことをなさることが日中双方のためにいいんではないかという確信を持っています。でまあこの間習近平さんもですね、
我々に対して先人が木を植えれば後の人はこれで涼むこともできる、利益を得ることができるというお話をなさいましたが、我々もその思想考え方哲学には全く賛成でしてね、先にも申し上げたような木を植えることは大事なことで、これからも日中関係のこの主要なテーマの一つに、日本は中国に、中国は日本に、お互いに木を植える、木を植えるということはただ山に木を植えるだけじゃなくて、心に友好の木を植えること、それが大事じゃないかと思ってます。那我们就一起期待春天的来临。采访结束后，二阶先生在留言簿上用中文写下了中日两国的友好需要双方努力的话。采访过程中，我感觉二阶先生特别的谨慎，对一些问题的处理尺度把控非常严。对此我的理解是，一方面在二阶先生看来，两国关系尚且脆弱，容易滋生误解；而另一方面，他对目前已经取得的进步其实很小心，很在意。13年前，二阶先生率团来北京，种下上万棵树，现在树木茁壮，令人欣慰。树木象征着希望，象征着生机，严冬过后，只待春回大地便可复苏。而中日两国关系的春天是否真的像他所说已经不远？感谢收看本期节目，我们下周见。